それはさすがに炎上、謝罪だね、謝罪動画。いやいや、お父さん、俺も一緒に謝る。先ほどボンさんが番組頑張ってる中、はい、大飲み会をしてきまして。大飲み会？はい、どんちゃん騒ぎの大飲み会に参加してきまして。もう嘘でしょ。いや、ほんとほんとほんと、何大飲み会聞いてないんだけど、このご時世。いや、ダメだって。ダメだって、それもうちょっと前にあったやつだよ。絶対ダメだって。30人ぐらい大飲み会。いや、さすがに炎上だこれ。まずまずさすが、みんな、はい、C で、 C でお願いします。みんなみんなが黙ってれば大丈夫だから。ここにいるみんなが黙ってれば大丈夫だから。黙っておいてください。絶対言わないでくれ。たたのさん黙ってるから。正直ちょっと懺悔よ。いや、別にあれです。安全を確保しても、はい、安全を。いや、そういう問題じゃないのよ。そういう問題じゃないのよ。感染対策してますから。感染対策はしてんの、みんな。その上での話をしてんのよ、俺は。いや、僕たちの感染対策も完全に。もう感染対策も今最低限。ちゃんと離れて。最低限。ちゃんと離れて。ちゃんと、いや、ダメ。同じ空間に、距離のあれなのよ。その同じ空間に、そのね、集まってるのがダメなのよ、今。密じゃなければいいでしょ、別に。密度合いによる。でも言っても、何人いたって。30人で、体育館じゃないでしょ、だって。そんな広くないでしょ。狭いとこでしょ。狭いっちゃ狭いですね。みんな座ってるでしょ、だって。座ってはいますわね、うん、話せる距離でしょ。聞こえてたでしょ、みんなの距離が。みんなの声聞こえましたね、はい、ダメだって。30人みんなの声聞こえても近いもん。いや近くで、ね、もう感染対策バッチリですから。マスクはちゃんとした？してない。いや、飲食中はできない。してない。飲食中はできないでしょ。政府のビデオちゃんと見た？政府のビデオあるんですか？飲んで食べる時だけ外す。常につけといて、スッと外して、そった。それはちょっとできてない。それは徹底されてないな。それは、さすがに炎上。謝罪だね。謝罪動画。いや、お父さん。俺も一緒に謝る。俺も反対。あれ狙ってるんでしょ？俺も、うん。炎上動画で株が上がる相方狙ってるんでしょ？今、トレンドだから。俺も謝るよ、一緒に。株がどんどん上がっていって。しゃあない。なんか。それどころじゃないですよ。何をしてくれてんのよ。いいじゃないですか、僕が。何をしてくれてんの？よくないでしょ、ちょっと。プライベートで別に飲み会しようかな。いや、みんな、それがよくないんだって。だから。飲み会は、30人集まって飲み会、もう、どういうことなんですか？僕たちはもう感染対策バッチリで30人で飲み会しただけです。どこでした？どこでしたのよ？ディスコードですね。ディスコ？ディスコはダメだって。違う。ディスコード。クラブダメだ。ディスコはダメだ。ディスコはダメだって。クラブはもう一番ダメだ。いっちゃダメ。ディスコじゃない。ディスコじゃない。ディスコって何時代なのよ。昭和ディスコードですよ、ディスコード。ディスコード？はい。オンラインですから。オンライン？我々は。はい、オンライン？オンラインですよ。もう完全に。真面目に言って。てよ、それを。いや、なんか僕が言おうとしたら、ボンさんがもうあれよあれよと話を大きくしちゃっただけですよ。え、勘違い？早とちり？今のだいぶなんか、早とちりか。空でしたけどね。早とちりか。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。